はい、どうも、平林金属の松田光です、今までは技術動画の方をたくさん上げさせてもらったんですけど、今回は男子のトップの試合、見たことないっていう人いっぱいいると思うんで、ちょっと見てもらおうかなと思います。で、これ2016年の全日本総合の決勝なんですけど、当時この全日本総合っていうのは大学、クラブ、実業団のあと教員の、カーボールを使っているチームの、日本一を決める大会です。で、多分当時で言うと約1000チームぐらい、予選に出て、でそこから地区予選を勝ち上がった32チームで、日本一を決める大会になってます。ちょっと見てもらいたいので、ハイライトにしたので見てください。はい、これも決勝戦なんで、もう1試合目になるんですね。で、この時台風がちょうど来てて、で、まあ、雨の中ナイター使いながらとか、3日間で5試合を、まあ、予備日を使って、これ4日目になるんですけど、5試合目、雨の中で試合をするとどうしても疲れが溜まって、こう筋肉が張りやすくなったりして、まあ自分も5試合目で、相手のアンドリューも5試合目で、お互いこう疲れが溜まった中での、投げ合いです。はい、これね、まず初回ですね、先頭バッター、このバッターこの年の3節に福岡でやってるんですけど、 1-0 で最終回まで勝ってて、逆転ツーラン打たれた、いつも打たれる古川っていう選手なんですけど、まあ安定のセンター前ですね。で、2番バッターが送ってワンアウト2塁の場面で、まあ、アンドリューですね、回ってくるんですけど、まあ、追い込んで、これもう完全に抜けたスライダーなんですけど、多分曲がらなかったので逆に空振り取れたっていう、こうラッキーな三振ですね。で、4番は白水選手、まあ、すごいいいバッターで、もう力勝負でインコースを押したんですけどね、普段冷静な平本キャッチャーもちょっと興奮してガッツポーズしてますね。いいですね。で、アンドリーの立ち上がりですね、西山先頭バッター三振で、ここセンター前打つんですけど、で、まあ、平本選手ファーストゴロですね。ボールやっぱり動くので、なかなかこう思うような打球がいかないというのが、まあ、対アンドリューの時のいつもの傾向ですね。で、まあ、お互い投げ合って、まあ、2回三振三振と、ああもうこのライトも凄まじいですね。バットとボールがすごい差がありましたね、今の。で、このバッターですね、太田元気っていう、もう引退してしまった選手なんですけど、岡山県でよく甲子園に出る関西高校の野球部でね、4番打ってた男です。これね、本当にバッティングセンスあったんですよね。すごいバッターでした。その太田元気をもってしてでもこう、ね、体勢を崩されて三振してしまうというやっぱアンドリュー驚異的ですね。で、まあこう開きが結構ねピンチがあったんですけど、こう三宅さんのねこの堅実な守備、そしてゲッツー取って、いわゆるこの興奮の仕方、やっぱりみんな気合い入ってますね。で、試合が動くのがこの回ですね。先頭の2番吉田君にライト前打たれます。そしてアンドリューにも簡単にセンター前打たれましたね。インコース結構いい球だったんですけど、アンドリューは手入れも長いんで、バッターボックスの一番後ろに立ってるんですけど、まあ、それでもこう外は届きますし、インコースも腕を畳む技術があるので、
本当に抑えるのが難しいんですよね。で、4番の白水くん、これはショートゴロで三塁フォースアウトですね。で、5番、則本くんにここでデッドボールめちゃくちゃ抜けてますね。で、雨が初回からずっと降ってるんで、まあ、どうしてもボールが滑りやすくなって、で、まあ、疲労もあって抜けやすくなってる状況ですね。まあ、でもそのこれ国体のプレ大会だったので、お客さんもこれ見えると思うんですけど、幼稚園生とかいっぱい来てくれて、でボールもすごい磨いてくれる、拭いてくれる人がたくさんいたんで、まあ、すごく雨の中でもやりやすい環境では、ありました。ワンアウト満塁ですね。セカンドゴロ、岩井がナイスプレーでホームアウトにします。で、ツーアウト満塁まで行くんですよね、これ。で、バッターノートンですね。で、この選手は世界選手権で日本がこうノートン選手 0-0 からツーラン打たれて負けたりとか、結構勝負強いんですよね。普段はあんまり打たないんですけど、勝負強いバッターなんですよ。で、これですね、初球チェンジアップから入って、何投げようかな、何で抑えようかなと思ったところ、こう抜けた球ですね、ドロップ。膝出してるようにも見えるんですけどね。まあでもやっぱこれが一定の執念ですよね。で、なんと押し出しで先制点を決めてしまいます。まあ、フォアボールも含めて人生初めての押し出しだったと思います。で、これも跳ねたちょっと難しいバウンドなんですけどね、やっぱりベテランの三宅さん守備すごく上手なんで、ナイスプレーで、まあ、1点でしのげました。で、すぐさまその裏ですね、2番の岩井です。まあ、アンドリュー相手にももうフルスイングで立ち向かって、際どい球をカットでこう粘っていくんですね。気持ちが本当に出てる。そして粘った末にレフトへのクリーンヒット、もう打った瞬間にガッツポーズ、これはもう気合入ってるのがもう目に見えてわかると思うんですけど、ここで相手バッテリーですね、タイム取ります。まあ、1点負けてもう終盤なんで、まあ、本当だったらこう送りバントっていうのが、まあ、セオリーだと思うんですけど、まあ、ここは、監督が、まあ、僕を信頼してくれて、バントのサインは一切出なかったですね。際どい初球からストライクって言われてもいいようなボールですね。ドロップドロップで攻めて、これもドロップ下に入ってますね。このライク、ノート受けやすかったですね。これもストライクって言われてもしょうがないような球ですね。まあ、でもこれで 3-1 になります。ドロドロライト来て、これもドロップですね。これちょっとボール球臭かったんですけど、振りに行ってますね。で、ボールの下に、ドロップ入ってるんで、まあ、ドロップには合ってるような感じはしますね。で、ここでまた、バッテリーが話し合いをして、まあ、多分 3-2 で何投げるっていうのを確認してると思うんですけど、まあ、でもこれノーアウトなんで、まあ、フォアボール出すわけにはいかないっていう判断だったと思います。これですね、3-2 から真ん中高めにハイドロですね。で、これ完璧に捉えました。これはちょっとシーンと、まあ、その感触と過去一だったんじゃないかなというふうに思います。これね、待ち構えてこうみんながね興奮して、本当この時ねもう最高の気分なんですよ。まあ、でもね、相手のアンドリューも、逆転されても、もう
全然こう気持ち切らさずにバットとボールが本当に違うとこ来てるんで、やっぱボールが動いてる証拠なんですよね、これ。でまた吉田君に打たれてアンドリュー迎えます。でこれ何のタイムだったかもう本当覚えてないんですけど、まあだからワンアウト一塁でランナー詰まってるけど、アルカスかアルカサンかみたいな。で結果アルカスことを多分選びましたね。まあリーグ戦だったら小石球っていうのはもうせずに勝負するんですけど、やっぱりこうトーナメントで絶対負けられないというところで小石球を、選んだんだと思います。でここですね、なんと振り逃げ。これは多分サインがうまく合わなかったんですね。これなんでこういうサインミスが起こるかっていうと、ランナー2塁にするとやっぱりキャッチャーからのサインが2塁ランナーが見えるんですね。で、まあ、サイン盗みっていうのはもうほとんどしないと思うんですけど、もしこうあった時にやっぱり打たれちゃうリスクが高くなってしまうので、あの二塁に行った時にだけサイン複雑にするんですよ。それで、まあ、どっちかがめちゃめちゃ話し合ってるんですけど、まあ、どっちかが間違えて、まあ、大体間違えてるのはピッチャーなんですけどねで振り逃げになったし満塁になってしまいました。で雨も強くなってきてなかなかコントロールがこうつけにくいんですけど、まあ、これはですねうまいこと外にドロップ投げて、ミノさんですね、多分その前に、まあ、インコース意識させてたかで外のボールに手が出なかったと思うんですけど、これはもう配球が良かったんですね。これは最終回ですね、9番から始まる、1人出したらまたアンドリューに回ってしまうと。でも、まあ、もうさっきの打席に小意識をしてて、もうピンチの場面でも試合で2個の公式はできないよなっていう風になるんで、もう絶対3人で切りたいと思ってたと思います。で、まあ、先頭バッターを、まあ、スライダーですね、スライダー打たすことができて、まあ、ワンアウト取れました。でこれまた出ましたね、古川君本当によく打たれるんですよ。でこの打ったのもめちゃめちゃステップ開いてますよね。多分インコース狙ってそのインコースに投げてしまったと思うんですね。ただ打ち損じてくれたっていう、まあ、これもすごいポップフライに見えるんですけど、フェンス際まで飛んでます。打った瞬間あれこれもしかしたら入るかなって思ったのを覚えてます。で最後は、2安打の吉田君ですね。もうこの時はもう多分マックスも120は出ないですね、115、6じゃないですかね。ほんとしんどくて、もうアンドリューもあったらもう絶対無理だと思いながら投げてました。でインコースミノさんですね、これもうこのみんなの喜びを、これはもうこういうのを体験するともうやめられないですね。はい、いいシーンだと思います。でこれ最後胴上げですね。はい、ハイライト映像いかがだったでしょうか。これ実はハイライトにしたんですけど、前編この試合のもう初回から最後までっていうのも、動画一緒に別で上げるので、もう興味ある方は、ぜひ見てください。でまあ、このハイライトを見てちょっと男子のソフト面白いな、見てみたいなって思った人は、映像よりも生の方が迫力も伝わるんで、ぜひあの会場に見に来てもらえたらなというふうに思っています。他にもね、激アツな試合まだまだいっぱいあるんで、今後定期的に、ハイライト映像
作ってアップしていこうと思っています。高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた。ヒラキンソフトボール TV ではこれからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。 Let's enjoy ソフトボール。